畑中マミチャンネル。ありえねえだろその服は。だからその服はありえねえって。タスオ、タスオが喋ってるの？他に誰がいるってんだよ。あんた喋れたのね。当たり前だろうが、最近のチリリは舐めてんじゃねえぞ、このすっとこどっこい。あんた口悪いね。それよりその上や、おめえ本気じゃねえだろうな。おめえも歌手の端くれなら、ちゃんとした衣装ぐらい用意しろってんだ。じゃあどうすればいいの？浜松インターの近くに評判のいい T シャツ屋があるから、まずそこに行け。いいか、もし行かなかったら、お前の部屋の引き出しの上から3番目に入ってるものをみんなにバラす。もしもし、 T シャツをください。こんにちは。何やってんすか？おー、なんすかこれ。っていうかさ、ここあれじゃん、音楽ライブバーですよね。ライブバーですね。普段はライブやってますね。何回か歌わせてもらったことあるんですよね。これはまだ別枠で。別枠で。どういうことですか？これほら、なんか見たことあるよ、どっかで。チャットモーモーさんっていう、私何回かチャットモーモーさんのそのライブに出させてもらったことがあるんですけど、牛のパーカーね、見たのよ。そう、それがきっかけ。牛がバンドでやるって言った時にデザインして、T シャツをちょっと作ってみた。いい感じだったんで、T シャツ屋や初めて見た。 T シャツ屋さんをされてるってことね。デザインしたのが、ありがとうございます。墨絵もん、ありがとうございます。一枚一枚手作りってことですよね。ってことは、私の T シャツも、私も教えてもらえたら切るかな。大丈夫、やりますか。 T シャツ作りたいです。やろう、やりましょう。を使うのでエプロンに着替えました。スミアートワークスのパンフレット、この中が選べるということでね、ちょっと見せてもらいましょう。あ、私テントウムシ、私の曲にですね、レディーバードっていう曲があって、テントウムシのこと英語でレディーバードっていうらしいんですけど、ぴったりのこの絵柄を印刷しようと思います。色がなんか何種類かあるんですよね。私はもう最初から絶対クランベリーだと思ってたんで、テントウムシにもぴったりの赤で、はい、行きたいと思います。今回は特別にマミチャンネルで出てくるいいねちゃんの体を、いやーん体これです。こんなのが、ほら、かわいい。これを作っていただきました。いいねちゃんも印刷しさせてもらおうと思います。相手を考えないとね。デッケンがお腹のあたりに来てるんで、まあ見えるとこって言ったらこの胸のとこですよね。あと後ろバッグが空いてるから、そこに配置を、左胸に、そうだね、左胸にいいじゃんで、後ろの右腰にレディーバードが、こういう形でお願いしたいと思います。じゃあやってもらいましょう。まず T シャツの固定を、はい、ガバンでしょこれ。 T シャツがこれするときに動かないように、はい、下敷きにスプレーの量をやって、あー、くっつけるんだ。くっつけて T シャツを固定する、はい。どんな匂いがするの？これシンナーの匂い？これ好きな匂いですか？いい匂いじゃないですか？なんか、はい、マジックのほら。すげえ、かけすぎ。かけすぎ？あれ。じゃあぴったりくっつけないとね。ぴったりくっつけないといけない。はい、この間にさっきの板を入れてもらって、はい、これを突っ張っていく。はい。で引っ張るんですね。もうくっついてる、くっついてんじゃないですかこれ。いい感じ。どうですか、はい、これ。で次がシルクを押す置く場所をマスキングで、はい、まあ、これがデッドラインです。はい、位置決定で、でこの後はもうインクをのして、バシッと、さっきのやつね、バシッとシュッてやつね、はい、これが刷毛、はい、ちょっと練習で、はい、あ、練習。インクこれがのったとして、トントントンと、私のやつ、こうやって、あ、こうやってなじませて、なじまして50度ぐらいに寝かしてもらって、引っ張る。ここのエンドがちゃんと切れるようで、うーん、
その力加減で出来合いが変わる。初心者にはちょっとちょっと難しいかもしれないけど、成功したら喜びたい。あ、じゃあちょっと頑張ります。はい、頑張りましょう。はい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 、はい、緊張してきた。とりあえずこれを混ぜ混ぜしてください。はい。あーっと、そこ持っちゃった、ついちゃったついちゃったっていうことは一回洗ってください。ちょっとでもついたらダメなの？ T シャツついちゃうって気使うんだね。気使うんだ、すごい。ちょっとでも手についたと思ったらもうすぐ洗って。そうなんだ。いやでも結構あれなんですね。これ美味しい。これ匂いが好きなんですよ、このなんか死んだっぽい。こうだいぶ消してきたよね。だいぶ消してきたよ。慣れてきたよね。さすが。ちょんちょん。いきます。心の準備はいいでしょうか。1,2,3,4,5。いや、ちょっと待って、ちょっと待ってよ。早速ハプニングを。でもこういう修正ができるってことはこういうこともあるんでしょ。いや、これはちょっと結果がわからない。初めての修正。やっちゃっていい、いいですかね。いいかな。はあ、ありがとうございます。いい、外しちゃって。いけます。せーの。バシッと。ってどんまいってことでいいかな。ちょっと忘れちゃう。いやでもこれは世界に一枚しかないですよね。世界に一枚ですね。世界に一枚しかないですよ。さっき見てたらそのパッてやってパッてできてたからできるかなと思ったんですけど、プロの技をね感じましたね。これはトライヤー。あ、トライヤーで。あ、ありがとうございます。これあの一枚いつもこう乾かすじゃないですか。何を持ってこう乾かしてますか。やっぱりいっぱい着てほしい。あね、あもう旅立たせる親の気持ちでね。ごくまれにやって失敗しちゃうと、うん、ものすごいへこむ。お母さん悲しいっていう感じで。その子はどうするんですか。ない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 ってどういうこと。なんか渡すの寂しいじゃないですか、子供が。でもあ、買ってくれてありがとうっていう。それはすごく嬉しいですね。いい話を聞きました。私も母になったから、今日これ着て走ったらやばいよ。超お母さんになった。母の気持ち走りたいと思います。これもまた赤いやつですね。お印、まあ、これは多分失敗はない。ああ、そうなんですね。はい、うん、はい、大丈夫大丈夫大丈夫、ついてるついてる。はい、この上からアイロンを。アイロンかけるとあの洗濯しても色落ちがしなくなる。とりあえず3分間いい感じ。はい、OK です。あ、ありがとうございます。一つ完成ですね。かわいい。これ四つ葉のクローバーですよね。いいですね。一人でできるものかと思ってたんですよ。二人いないと。二人でキャキャ言いながら作らさせていただいて。幸せそうですね。マジっすか。はい、じゃあ、いいねちゃんを木枠にシルクを固定。はい、はい、これがシルクってこと。これがシルクですね。この紫のところにはインクが通らない。白いところだけインクが落ちるっていう。え、タッカーは使ったこと。タッカー、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 タッカー。いきます。あ、なんでこんないきなりこんな曲がってんの。大丈夫かな。練習しましょう。練習。芯を無駄にしてるけど大丈夫。大丈夫大丈夫。あ、大丈夫、ね。大丈夫ですか。じゃあこれでいきましょう。はい、せーの。はい、あ、ごめんごめん。ダメだ、全然できない。結構。はい。消えれて。あ、なんかない。芯が長い。芯がない。芯体が。芯体が。ごめんなさい。すごいな。いや違うんですよ。芯が最初からすごかった。シルクがあるとさ、緊張しちゃうんだよね。失敗を重ねながらこう、女子には無理だね。なんてできないですよね。すみちゃんはやったことないですよね。やったことない。すみちゃんより一歩リードしてます。迷惑かけてばっかだね、私。いきます。あ、いいですね。吹っ切れてきてる。できるようになってきたよ。ここ、あ、そっちの方が。これの方がいいんじゃないの、うん、あ。音が違うね。いいですね。勝った。これだよ。これ。どうよ、これ音違うよ。いい。はい。さすが。さすが。うん。あー、できた。貼れました。はい。ありがとうございます。
張り具合はよく腫れてますね。お疲れ様でした。インクが隅に入ってしまうので、はい、この隅に、はい、すごい大変なんだね。あ、大丈夫、大丈夫、よかった。はい、あー、やったー。すごいなんか、なんかいいお父さんの、あ、お父さん、なんかすごい愛を感じました。なんか子供とかにすごいこんな風に教えてくれたらいい。可愛いパパでしょ。さあ行きましょう。ここだったらいける。ここだったらいける。じゃあここにしよう。これをこうなじませて軽くこするぐらい。そんぐらいでサッと。はい。なじませて。うん、そこら辺で。いくぞ。せーの。1,2,3,4,5。 あ、いい感じ。はい、行きます。あ、すごいバッチリ完璧、かわいい。わー、嬉しいな。なんか自分の絵が印刷されると感激ですね。作風は違うけど、なんかまとまりがあるっていうか、なんかかわいい。かわいい。いいね。まさにいいねだね。左か。左胸だ。はい。はい。はい。大丈夫ですね。はい、大丈夫。顔に近い方が多分いいんだよね。失敗しちゃって、もしなんか辛い思いとかされちゃったらどうしよう。あー、やだ。違うよ、本当に。あ、こっちに違う、本当に。本当にこんな感じですかね。よし、最後だよ、これが。さっきの感覚をさっきの番組を出して斜め45度ぐらいで、はい、もうちょっとアップかな。はい、せーの、1,2,3,4,5。はい、ありがとうございます。あ、できました。あ、感動です。これ感動しました。いや、どうですかこれ。シーンって感じだね。もう勇気100倍ですよ、当日。あー、やった、ありがとうございます。いや、完成ありがとうございます。もう二人の力で本当にありがとうございます。いや、結構大変ですね。でも二人の愛の力で一個一個 T シャツができてるんだなっていうのを今日本当に拝見できて、私は感動しましたよ。どうですか、今日私と一緒に作業していただいて。本当ですか。バタ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 してね。私これ私の力だけじゃないからね。だってなんちゃったっていろんな応援があっての、あのマラソン大会なんで、最高の記録を出したいと思います。頑張るぞ。ありがとうございました。あら、指輪